あ、おかえりなさい、先輩。あら、先輩、また外で変な匂いつけてきたんですか？きつい感じじゃないけど、先輩には合わない感じですね。早いとこお風呂に入ってきたらどうですか？先輩も早く私の匂いで上書きしたいですよね。こんなことだろうと、お湯を沸かしておいたので、どうぞ行ってきてください。あ、おかえりなさい。おお、なんか今日セクシーですね、先輩。やる気満々？むむん？ああ、普通なんですね。なんだ、なら私が期待してただけか。お風呂上がりの先輩がすごく素敵に見えてしまいました。じゃあ、はい、いつも通り来てください。一緒におねんねしましょう。あれ、今日はこの位置でいいんですか？いつもは私の胸に顔をうずめるくらいで抱き合うのに。あ、もしかしてチューしたいんですか？いいですよ。なんか今日は積極的ですね。そんなにいっぱい私に愛されたいんですか？じれったいですか？残念ですが、今日の私は長いやつの気分じゃないんですよね。代わりに足絡めてあげますから。ほら、今日ホットパンツなのでほとんど素足ですよ。すべすべなの感じてますか？スリスリ、上も下も密着して、私の匂いと感触で頭の中いっぱいにしてください。まったく、朝あんなに私の匂いつけてあげたのに、外で変な女の人に近づかれてうつされちゃって、先輩かわいそうに。帰ってくるまで私が感じられなくて寂しかったでしょう。よしよし、先輩が大好きな後輩ちゃんはここにいますよ。まったく、先輩のモテ体質には困っちゃいますね。先輩は私に包まれてないと眠れないくらいの不安症なのに。大丈夫ですよ、先輩も変な匂いつけたくてつけてるわけじゃないってこと分かってますから。そんなことで怒ったりしませんよ。彼氏に他の女の子が近づいたくらいで怒るとか、そんなのただのやばい女じゃないですか。先輩は浮気なんてできないって分かってるし、嫉妬する必要もないですからね。だってこんなに私にメロメロなんですもん。毎日私に愛されることだけを頼りに頑張って、一日中私の残りがんを探しながらなんとか耐えて、たまった寂しさをこうして私にぶつけてきてくれて、そんな素直で可愛い先輩が大好きですよ。相変わらずちょろいですね。大好きって言っただけでギュギューって力強く抱きしめちゃって、まあそれでキュンキュンしちゃう私も相当ちょろいんですけどね。え？匂い強くなりました？嘘、恥ずかしい。
そんなにすぐ体に出ちゃいます？私。あ、こら、露骨に匂い嗅がないでください。くすぐった。バカバカ。首はダメですって。もう、うん、胸ならいくらでも貸してあげますから、こっちにしてください。結局こうなっちゃいましたね。よしよし。やっぱり私たちはこの体勢が自然ですよね。このまま幸せな感じで気絶するみたいに眠りましょう。ずーっとなでなでして抱きしめててあげますから。